あゆえお。けい。おはようございまーす。ちょっと待ってよ、後ろが汚いね、もう普段こっちにやって、こういう感じかしら。よいしょー。あ、お茶箱ありがとう、シャキーン。子供はどこ行った？後ろにいる卵の中にそのまま隠してあります。ナポルちゃんは、私たちの大事な大事な子供ちゃんたちはな、かわいそうにってんで首伸ばすから怖いんだよね、マジ。急に首が長くなるからさ、怖いんだよ本当だよ、マジ怖いんだかな湿度60%。あ、でね、ちょっとツイート見てくれましたか？びっくりしちゃったね。来たね。来ましたね。予想通りですね。こちら。上さんかな？昨日だね。昨日の13時24分。配信終わった後ぐらいかな。運営さんが株式会社セブンイレブンジャパン様からね、セブンイレブン敷地内で撮影されたことについて訴えがありましたと。だから直接だよね、多分ね、本社のね。これこれさんが話題にしてくれてたん？してた？今後セブンイレブン店内における撮影行為はお控えください。同様の行為を繰り返された場合は収益機能及びアカウントが停止となると。うん。すいませんでした。だと思ったわ。ぶっちゃけあれよね、私のせいっつうのもあるよね、これね。小町くんだけじゃなくて、私も結構堂々とコンビニの中配信してたからさ、ね、商品移したりとかね。まあ私も大きな原因にはなってると思うんだよね。そうなんすよ。ただこういうことが重なると、心が重なるとやっぱり配信できる場所もね、みんな少なくなってくるしね。やっぱ今後ね、私も気をつけないとなって、やっぱ少なからずね、影響があるんでね、その影響力が。ラジオとかね、もうダメだと思うよ。もう敷地内って書いてある時点で、ラジオでミュートでも、収益切っても、もう携帯を持って配信してる行為が多分ダメだと思うんだ。ラジオでもダメ。それはもう通用しない。どこでも。みんなラジオでいいじゃんとかね、ミュートにすればいいじゃんって言うけど、もう配信がついてるものを、ね、敷地内でやるとダメってことだね、多分な。ただコンビニはもう昔からさ、撮影禁止って実はステッカーみたいのが貼ったんだよ、どの店もな。結構グレーゾーンなとこあったわけよ。ほら、そういう風にね、禁止って書いてあるんだよ、どこも。スーパーとかもね、最近多いね。
で、どこだっけな、私が昔行ってたスーパーが途中でね、そのステッカーを導入したんだよね。そっかな、その系列のスーパー全部ステッカー貼られたんだけどね。それも私のせいですよ。笑い事じゃん。あれなんだっけ、相鉄ローレンだ、相鉄ローレンってね、スーパーや。それまではそういうの書いてなかったんだよ。おはようございます。それはね、店の中でね、店長と喧嘩になって、取っ組み合いになって、あの、出入り禁止になっちゃったんだ。それはもう大昔の話やな。結構大昔。うん。ただグレーゾーンだったわけよ。撮影禁止っていうのはみんな分かってたけど、私も理解してたけど、ね、なんだかんださ、できてたじゃん、ずっと。それが今回、ね、本社に話が行って、まあ、全面禁止みたいな形になったじゃん。結構グレーゾーンだった。ただグレーゾーンだからいいってわけじゃなくて、やっぱ気をつけたかなきゃな、みたいな。ツイキャス配信してる人を全員監視してるのかしら、24時間。多分してないと思うけどね。ただこの文章は実はね、日付が入ってたの。何月何日の放送つってね、最近の話じゃなくてね、いつだっけな。これは昨日今日の話じゃないの、この警告文はね。6月17日。の9時から開始されたって。ってことは、そう、最近じゃなくて、だから6月17日ってことは一番くじをやった時じゃない？一番くじの配信をやった時でね。まあ私は、ほら、コンビニの中にリスナーさんがいるし、ね、いつも、ね、ありがとうございますって、あ、配信やってることも理解してたし、みたいな。まあ、それで、普通に配信してたわけだよね。ね、ね、なんか新しい商品とかさ、入ってくとさ、また、買いに来てくださいね、とか、今度いつ入りますよね、っていう感じでね。まあそういう感じでやってたんだけど、近くのセブンイレブンさんはね。それ。うるさいね、いちいち。文句言うんだったらアイテムぐらい投げだよね、ほんとにね。あなたたちも責任があんだわね。見てる方も。おさくさとか、見てる方も同罪ですからね、私からしたらね。そうでね、それを見てる人たちもいるんだからさ。でしょ？その企画とかもさ、まあ、止める人もいるけどね、やめなさいってね。どう見てんのも一緒だ。そうじゃない。わけわかんない。でもみんながみんな止めるわけじゃないじゃん。そこダメだよってね。撮影禁止だよっつってさ。まあ、中にはね、いたずら電話もかける人もいるわ。なんで凝っちゃったよ。ただね、そんな昔の配信の1ヶ月前のことを、だからあれかな、結構あれじゃない、調査してたのかね、もしかしたらね。この1ヶ月間ぐらい、多分セブンイレブンの本社は監視してたんだろうね、多分配信者をね。だって1ヶ月前の録画のこと言ってんだかな。それか、通報してる人が、時間と、
その録画をピンポイントで通報してるからだよね。あ、ここごちゃごちゃばかりがとう、シャキーン。そっち、それの2つしかないんだよ、多分ね。うん。ある意味熱意を感じる。まあでもなくなんないからね、そういうのもね。そういうのがなければ私たちはグレーゾーンでできんだけど、ワンチャンね。普通に気づかれないじゃん。だってはっきり言ってん。まあ、自撮り棒とか持ってたら、あって、あ、なんかやってんなというのわかるけど、そこまで言われないじゃん。はっきり言ってね。何やってんですかみたいな感じで言われないじゃん、いつもね。電話とか鳴ってから、ね、やめてくださいってなるじゃん。あ、なっちゃおちょばかありがとう、シャキーン。だから、まあ、小町くんもそうだし、私にも警告が来ちゃったんでね。だから、そうね、コンビニでできる企画がもうできなくなっちゃったっていうのはあれですけどね、悲しいですけど。だからその辺はね、まあ、いろいろと考えてやんなきゃいけないのかねって。みくちゃん、みけちゃん、お茶ばかりありがとう、シャキーン。え、でも次やったら番だからね。この文章だと、次、一歩でも敷地の中にね、配信つけて入ったら番だよ、私は。そうじゃん、この文章。ねえ。ねえ。次やったらもう、一発番だよ、これ。同様の行為を繰り返した場合はって書いてあるからね。これは大体、1回目でこう来るときは2回目やったときバンになるから、これ。うん。1回は許すけど、2回目はダメですよっていう文章だよね。ローソンとかファミマ、でも、同じことだよね、多分ね。今は大丈夫だけど、多分ダメになると思う。ローソン、ファミマも、下手すりゃマックとかも、ケンタッキーとかそういうフランチャイズ系とかね、本社がある系はほとんど全滅になると思うんだ、このまんま行くと。連鎖反応でね。だから、外でご飯買うときは本当に敷地外にね、カメラを置いて敷地外で買ってきて、それでお外で食べるとかね。それか家でお弁当を作って外に持ってって、ね、ピクニックするとか、そんぐらいじゃない。でも、マジに。面倒でしょ。ルールを守って、まあ、配慮してるつもりだけどね。たださ、やっぱりさ、通報されるとことさ、されないとこの差が激しいよね。集中してるとこの。例えば、小町くんとことかって、なぜ通報されたのって感じやん。やっぱり通報数が多かったからでしょ？ねえ。やっぱ目立ってたっていうかさ、最近すごい人気じゃん、小町くんってね。やっぱり通報する人とか、そういう人も増えてきたんだろうね。閲覧も増えてるしって感じだよ。店内だと大きな声。いやね、ぶっちゃけね、周りの人がなんちゃらっていうのはなかなかないよね。一回私ね、6年間でお客さんとかと揉めたの一回だけだよ。ラーメン屋さん。そう、それだけしかないね。お客さんと揉めたことはね。周りがみんなどうのとか言うじゃん。お客さんに迷惑とかね。迷惑、ほとんどはないよね。そう、ラーメン屋食べに行って、そこにいたお客さんと口論になってな、もう死ねぐらいな感じで、言い争いになってね、クソ、お構いやろうとか言ってさ。なんで？で、なんかね、電話がね、ラーメン屋さん入ったらね、じゃん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 電話が鳴ってたの。それで、そこでラーメン食べてたおじさんがブチ切れたんでね、うるせえんだよってね、お前、外出ろよ、みたいな。ね、電話かかってきてんだから、ね、
こんなラーメン屋でね、そんなことしてんじゃねえよみたいな。それ言い方が結構きつかったんだよね。それ私もはあって うるさいんだけど、あんたに関係ないでしょみたいな感じになって。そうなんだよな。いや、正論は正論だけどね、なかなかないよね、そういうことね。で、その男は、なんか女連れでちょっと行きがってたんだよね。女を連れて、ラーメンを食べに来てさ、ね、あんたね、こんなデートの時にね、女連れてラーメン屋なんてダサいよね、みたいな。女の前にはそうなのね、みたいな。そしたらなんかふざけんなよって、おめえおかまなのかとか言われてさ、ね、おかまだったらもっと綺麗にしろよとか言ってきて、はぁ、関係ねえじゃん、みたいな。うるせえんだよ、みたいなさ。で、言うよ。で、あんたの連れてる女ブスだよね、とか言ってさ。そんなブス連れて恥ずかしくないのぐらいの感じで言ったんだよな、私。それで言い争いになったんだ、てめえこの野郎、みたいなさ。で、店員さんも、もうこれ以上ね、喧嘩すると、ね、警察呼びますよ、みたいなさ。ほんでね。で、私は投げ台詞で、ねえ、ラーメン屋から出るときに、もう死ねって言ったからな。死ねっつって。もう二度と来るか、こんな店とか言ってさ。ほんで。ただね、そのお店も、ね、やっていいですよって言って、ちゃんと許可を取ったんだよ。そうなんだよね。勝手に私はやったわけじゃなくて、お店に、そういうインターネットのライブ配信やってて、って画面も見せて、ね、ちゃんと見せてたのに、そういう対応されたからブチ切れたわけ。そうだよ。女店員は、いたけど、まあ、あれだよね。一番お客さんに切れたよね、私はね、あの時はね。話持ってる？持ってないよね。もっとすごいよ。ちょっと柔らかく今言ってるよ。もっと、すごい言い争いになってるね。今配慮して、柔らかく言ってるけど、もっとガチな喧嘩だったよね。録画あるよ。ある。全部録画残してるからね、私。YouTube にも上がってますよ。ねえ。だそういうパティーンもあるんだよ。ただなかなかね、その場にいるお客さんからクレームなんて入んないわけよね。ましてやコンビニなんてみんなせか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 してるかな。ね、何撮ってんのとか、ね、やめてよってね、お客さんから言われることないんだよ。別にね。そうなの。だから、まあ、今回は、多分、あれだよね、本社に電話した人がいるんだもんね。ちゃんとクレームって形で何月何日のここでやってたみたいな。それを多分大量に通報したんだろうね。録画流さない。録画見つけんのも大変だよね。あれ何年前のだったよ。あ、すぐ出た。すぐ出てきたね。ね、そういうのさ、出すのやめてくれる？ね、黒歴史を。今はそういうことしてないんでな。もう速攻で出てきたよね。すごいね、このリサーチ能力。そうだ。だから、あれだよね、通用しないよね、もうね。例えばね、コンビニ入って店員さんにここ取っていいですかっていうのも通用しないよね、もうね。もう本社とかに許可を取らないと配信できない。だから何ヶ月か前かに企画書とか持ってってね、やらしてくださいみたいな感じでやんないと、もうああいう建物の中とかね、入ったりとか、結構難しいよねっていう話。もうその日に、ね、例えば本社とかにやらしてくださいって言っても絶対に許可出ないかも。店舗ごとは出るけど、本社とかだともう企画書持ってきて、1ヶ月前とかかかるんだよ。だいたいね。
ひどんなちゃんが GU で断られてた。私もユニクロで散々言われたよね。警告も来てユニクロ。ね、ユニクロとかだから、だから全部ダメってことではっきり言えば。ね、洋服屋さんも、飲食店も、全部ダメですよ。ああいうフランチャイズも。ドン・キーホーテもね。電気屋さんも、あと、スターバックスとかも多分ダメだよね。うん。本社ってものがあって、フランチャイズ形式で、ね、店舗が何店舗もあるようなとこはもうほとんどダメですよね。うん。サーティワンとかも。ね、一番いいのが、個人店だよね。オーナーがいて、ね、自分で、ね、開業して、一人でやってるようなお店？だから食べ物屋さんとかもなるべくそういうとこを選んだ方が、ね、安心よね。そこのオーナーが OK 出せば、ね、個人店とかだったら全然大丈夫。だから美容室とかもそうだよね。美容室とかも、ああいうアッシュとかさ、そういうチェーン店の時は、とこは本社があるからね。うん。だからまあ、個人店でやるのが一番かな。あと知り合いとかね。ね、リスナーさんのお店とかも少なからずあるじゃん。いろんな人が集まってるからさ。うん。そうなんだよね。いや、ちょっと厳しいよね。だから、ぬるぬる配信を進めんだろうね。結局は。ああいうとこに規制かけないで、ね、ツイキャスは。外とかに出てる配信者をやっぱりね、規制をね、強くしたいんだろうね。うん。もみあげがキモいって今、もみあげの話なんかしてないんだけど、めっちゃ真面目な話してんだけど。あなたたちもね、関係のない素振りをしないでください。あなたたちも見れる場所が少なくなって、この大事な話をしてんだよ、今。ねえ。おちょくるのはいいんですけど、どん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 みんながつまんない、つまんないって言い始めんだよね。ねえ。そうですよ。これは見てるリスナーさんも、配信してる配信者も、にゃんこちゃんお茶ばかりがって、シャキン。にも影響が出てくる話なんだよな。そうだよ。他に楽しいこと考えろ。でも家でできることなんてもう限界があるからね。だってもう雑談しかなくなっちゃうじゃん。はっきり言ってね。そうじゃない。究極はもう家で雑談して、ね、沸かせることじゃないの？究極はね。外なんか出ないんで、究極は家にいりゃ安心で万にもならないしね。迷惑もかかんないの。だからゲーム配信か、そうね、ASMR とかね。私もそっちの方に転換しようかしら、そうそうね。ね。そろそろアバターとか作っちゃってね。うん、動かしてゲーム配信とかやっちゃおうかしらね。耳、みんなの耳を舐めてね、え？荒稼ぎみたいな。まあ、その辺はね、気をつけないとね、もう外、もう出るしね、私はね。まあ、他の人にも影響が出ちゃうってとこは、やっぱり気をつけていかないとね、ってね。ね、これからね、配信始める人とか、どん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 ね、活躍できる場所を奪ってしまうことになっちゃうんでね、やっぱりね。うん。いつも以上に気をつけないと。小添ちゃんお茶ばかりありがとう、シャキーン。ただね、最近ツイキャスがつまんなすぎて、それがなんか集中してる感じだよね。わかる？なんかね、炎上とかも特にないじゃん。最近もここ1ヶ月とかさ。なあなあ、そういう、なんか息抜きとかね、毒吐きが集中しちゃってる？偏ってる感じ？流れてないって感じね。だちょっと怖いとこもあるよね。一気に攻撃をされちゃうみたいな。うん。ね、否めないでしょ？
オワコン。でもこのまま行けばツイキャスもちょっと危ないよね、マジでね。だって、なんつうのかな、危ない感じがするよね。いや、ああいう ASMR とかアイドル配信とかいいと思うけど、雑談系とか企画系はちょっと危ないかなっていう感じはするよね、なんかね。まだふわっちとかの方が最近は人増えてるよね、外部サイトね。あ、ゆっちゃんお茶ばかありがとう、シャキーン。まさやんが言ってたけど、外部配信サイト電車内の配信するとバンですね。ゆっちゃんお茶ばかありがとう、シャキーン。意外とツイキャスよりふわっちの方が厳しいよね、今ね。ゆっちゃんお茶ばかありがとう、シャキーン。最近変わったことって言えば、やっぱ車載配信は、禁止になって、運転モードっていうのがついた。ツイキャスさんまで緩いじゃん。外カメにして、まあ、コメントを見ない素振りをすればね、普通に車載はできるけど、画面を注視したらもう一発でバンになっちゃうね。あと、ま、カラオケ配信だよね。カラオケの著作権とか、カラオケ配信してると落とされたりとか。あ、エミちゃんお茶ばっかありがとう、シャキーン。今、ヤクルトの話一切してないんだけどね。そういった話を変えるのやめてくれる？ねえ。全然ヤクルトの話なんかしてないよね、今ね。そうやってさ、なんつうの、輪に入れない人っているよね。いいじゃんじゃない。だって今ヤクルトじゃないね。もう明らかに9時からやるなっていうのがわかるでしょ、ヤクルトさん。そうじゃない。ね。じゃね、昨日大変だったね、ヤクルト探すの。近くのコンビニにも30本売ってなくて、結局スーパーまで買いに行ったんだよね、私。珍しくタクシー使わないで歩いてって、帰りも歩いて、そう、ヤクルト30本買いに行くがためにね。でもね、スーパーでもね、そんないなかったね、在庫ね。50本ずつしかなくて、普通のヤクルトが30本なかった、22個しかなかったんだよ。10本入りだっけ。それで在庫聞いたんだけど、なくて、カロリーが2分の1のやつは、50本あったんだよ。だから、まあ、似たようなもんかなと思って、そっちに今日はしたんだけどね。なんなのね、私がヤクルトやるつく、いうかな、在庫がなくなったのかしら。全国が売り切れ寸前みたいな、みんな一緒にやろうみたいな感じかな。で、こっちな、もう一個ね、あるんですよ。大事なことがね、みんなお待たせポルポンコーナーでね。連絡が来たって二つの意味合いがあるんですけど、これは昨日の話だね。昨日の夜の配信、下のツイートがさ、夜の配信のツイートなんだけど、その後にまた更新されたんだけどな。体調不良の原因？私だろうね。ほぼほぼ私だろうね。じゃないの？ねえ。なして？いや、やっぱさ、浅草から帰ってきたあたりからね、ちょっとね、なんか、浅草でも具合悪そうだったんだよ。デートしてる間に、心臓が痛いって。でも病院も行ったみたいなんだよ。病院行っても、なんか原因不明ってか、まあ、ストレスとかもあんじゃないの？みたいな感じ？で、まあ、今んとこ原因不明でね、心臓の方もね。
そういうのがあって、ここ数日やっぱり具合悪そうな感じだったんだよね。具合悪い、具合悪いずっと言ってて、体調悪いってね。あと精神的にもきついみたいな。うん。本カノって何の話？本カノ私だけど。ねえ。で、このツイートの前かね、夕方ぐらいに私ちょっと用事があって、いろいろ話したいことがあって、連絡ちょうだいって言ったらさ、連絡来たの。それで、電話話した時に、なんかちょっとやっぱね、具合悪そうだった。すごいなんかテンション低くて、なんか声も低くて、なんか話も弾まなくて、みたいな。それ大丈夫？って言ったら、いやーってちょっと精神的にちょっときついんだよね、みたいな感じ。で、結局5分ぐらいしか喋んなくてさ、その時はね。それで、なんか話したいことあるとかね。今度会うのいつにするって言いながら切ったんだよね。うん。じゃあ別れたいとかじゃないの？その話はもう、話し合ってんだよ、私たちさ。私たちの関係性に対しては、ね、夜中にもう話し合ってんだよ、電話ね。この先どうすんのって聞いた時は別にそんなこと何も言ってなかったよね。うん。ねえ。それで、このツイートがされた後ぐらいに、ね、私も心配だから体調またね、熱出ちゃったのかなと思って大丈夫って送ったら、まあちょっと精神的にやっぱ辛いみたいな。で、ね。まあ、そういうやりとりがあって、なんかね、LINE が盛り上がったんだよね、その後ね。ちょっとまた内容を言うと、あれだけど、うん。まあだからちょっと、配信休んでちょっと回復はすると思うんだよね。なんとなくね、その LINE で気づいたけど、まあ今、梅雨だしね、ちょっと鬱っぽくなるっつうのもあるだろうね、多分ね。いろいろガチャガチャ起きたこともあったし、みたいな。うん。ねえ。まあ、そういう時はね、休んだ方がいいよね。もういっぱいいっぱいになった時は、もう放棄しちゃって、もう何もしないで、ね、ぼーっと考えたりとか、一人ぼっちでね、まあ、消化していくしかないよね、ほんとね。うん。そうなんだよ。いや、配信者向いてないとかさ、ね、ボタンつければみんな配信者向いてる向いてないもないんだよね、はっきり言ってね。マニュアルなんかないんだから、配信に。ねえ。少なからずね、1000人ぐらいのリスナーさんがいるんだから、彼にはさ。向いてるか向いてないかってさ、向いてるよね。じゃないの。リスナーさんがついてるの。ねえ、その辺の配信者よりは向いてんじゃないの？その。うん。ナイーブすぎる。でも今回はね、私も結構ね、メンタルやられたから、彼は相当私の100倍ぐらいをやられたと思うんだよね。今回ね、今回のガチャガチャでさ、別れる別れないの話にもなったけど、やっぱ100倍ぐらいは多分傷ついてるし、メンタルも来てんのかなってね。うん。そういうこと。で、たまたま私、数日、喧嘩した後ぐらい。まあ、喧嘩してないんで、別れる別れないの後に、彼との録画をずっと見てたの、最初からね。で、あーってね、いろいろさ、顔の表情とかさ、精神状態の、なんつうのかな、こう、移行の仕方とかね、客観的にこう見てたわけよ、彼のことをさ。それで、なんか昨日ね、パッとさ、連絡で、奈々ちゃんとの動画見てんだよね、今、みたいな。みたいな。私も見てたんだけど、つったら、わはーって、あ、そうなんだ、みたいな。二人とも同じことをやってたんだよ。うん。じゃあ、就活とかじゃなくて。
で、気持ち的には一緒なんだよね、多分ね。抱えてるもんも一緒だし、考えてることも多分一緒なんだよね。ただ、メンタル面では、あっちの方が明らかに弱いんだよね。私はもう鍛え慣れてるじゃん、毎日毎日さ、ね、大勢の前で話すっつうのは。うん。同棲してケアしてあげるよ。でも同棲したらうまくいきそうな感じはするけど、まあね、今はできないけど、一瞬住んだらなんだかんだうまくいくと思うよ。逆にその不安とか、そういうのがなくなるかもしんないよね。私と一緒にいればね。そうなんですよ。気持ちを察してあげたから最近は連絡も控えめにしてるし、まあそう話もね、ピッとやめたいとかするじゃん、私はね。昨日とか一昨日見てくれればわかるけど、ね、別の話に移動したいとかね。余計叩かれる？そういうこと言ってる人が叩いてんでしょ？ね。本当に。そういうこと言ってるクソババアどもがね。ただ、外野であんだよね。結局私のリサーチによると、ここでね、私の話を聞いてる人は、そうそう叩かないわ。もう、ふーんって感じで、またやってんな、奈々ちゃん。またやってるね、奈々ちゃんって。また今日も話してんのね、って。奈々ちゃんは毎日元気そうにやってて、まあ、オッケーかな、みたいな感じ。ね。石川さんの YouTube というか、それをリアルタイムで私見てたわ、つの。ただね、石川さんをディスるわけじゃないけど、ね、石川さんもみんなと一緒だよね、はっきり言って。まあ、配信者の先輩ではありますけど、まあ、外野って言ったら外野。アドバイスはくれたけど、やっぱり、それ通りにはうまくいかないわけ。ね。じゃあディスじゃないの？いや、あん中であーってね、思う部分もあるよ。やっぱりほら、お互い配信者っていう立場の、ね、恋愛のアドバイスみたいなのもくれてたじゃん。ね。ただ、付き合ってるのは私たちであって、やっぱり解決していくのは私たちじゃん。正解を出していくのはね。あれが正しいかっていうのもまだわかんないよ、はっきり言ってね。ナーボーノも見たよ。みんなそういうの全部情報来るから。ね？どんだけスパイがあちこちにいると思ってんの？ね？いろんな配信者の話、で毎日毎日ね、ここでこう言ってたね、こういうことがあったって全部入ってんねん。みずにゃんのも見たよ。ね？で全部見てるっちゅうね、私。ね、石川さんが言うにはやっぱりね、どっちかにするしかないんじゃないってね。やっぱり比重、そのリスナーさんのバランスもあるし、ね、ね、私にも影響力があるから、ね、彼が潰れちゃうから、やっぱり配信者としてカップルを続けんだったら、あれだよね。まあ、私の、お互いね、私が彼の枠に出たらチートだって言われるし、ね、ガチャガチャになるし、私は一切出ないように、みたいな。ね、それ私の枠はたまに出るぐらいね、いいんじゃないか、みたいな。まとめるとね、そんな感じだよね。まあ、難しいってね。で、ナーボーは、ナーボーはなんつってたかな。まあ、もうちょっと女扱いした方がいいんじゃないのみたいな。ちょっと、ね、扱い方をもうちょっとうまくすればいいんじゃないのって感じよね。彼に対してね。
で、みずにゃんもなんか似たようなこと言ってたよね。女に対して、なんかそういうこと言っちゃダメだよね、みたいな。例えばほら、ね、口臭が臭いとかね。そういう、化粧しないとかは、配信上では言わない方がいいんじゃないの、みたいな感じでね。バファリン。でも、これがね、例えばポルポンが、ね、私の立場だったら逆なんだ。逆転してんだよね。私が言われんねん。わかる？ねえ。そうじゃない？ポルポンが私だったら私が叩かれてんだよ。思いっきりね。なんなのあのクソオカマってさ、偉そうにとかね。ねえ、ふざけんなよってね、撃つんじゃねえよとかさ。そうじゃん。そうでしょ。生意気なんだよとかさ、ボロクソに叩かれてんじゃないの。で、ポルポンがここにいたとしたらね、わかる？言ってる意味わかる？ポルポンがこの閲覧を持ってて、こんだけのファンがいて、ね、こんぐらいの規模の配信をしてんだったら、ね、そういうことでね。で、周りも、ね、なんだあのクソオカマって言うと思うんだよね。もう、わかるでしょ？で、周りの配信者とかも、まあ、ある程度、やっぱりそういうのを見てんだもんねって話よ。うん、別にこれはディスとかじゃなくてね。そうそう。そういう風に見えるじゃん、やっぱ、ね、数が多いとこってさ。な、宗教とか、なんとかって言われるでしょ？うん。まあそんな感じかな。で、まあ連絡来て、まあまたね、多分元気になると思うんで、今日の夜ね。まあ一安心って感じかな、彼に対してはね。うん。あなた小町に釘刺したん？は？おめえたぬきみんだろ。私が何？釘を刺したとか圧力をかけてる？ふざけんじゃないん。ねえ。小町くんに？え？そんなことするわけないんじゃないの？なに、ポルポンのことを文句言ってたからってこと？ん？ポルポンのことをめちゃくちゃボロクソに言ってたから、私が小町くんに圧力かけたとでも言いたいわけ？いや、そうじゃない。じゃあね、小町くんの放送を見てたら泣いてたの、思いっきりね。泣きながら、なんか話してて、お酒に酔っ払ってたのかな、夜。なんか、ポルポンがどうのこうのとかいう配信をしてたんだよね。で、モンジョリさんはかわいそう、みたいな。それを、私たまたま見て、その別れる別れないの話、別れるってね、ツイートした後ぐらいかな。それで、その放送を見てて、ああ、というね、小町くんも少なからずね、迷惑かけたのかしらと思ってね、LINE 送ったんだよ、私。ごめんね、って迷惑かけちゃってすいませんってね、復縁したんでってね、ご迷惑おかけしましたって。で、私たちは、温かく見守っててくださいしか送ってないからね、私。ね、テロップにしてたでしょ？それはさ、なんか圧力かけたとかさ、おかしくない？普通に迷惑かけたんだから謝って、ね、みんなに言ってることで一緒じゃん、私ね。私たちを温かく見守ってくださいってね、フラットに見てくださいって言ってることと一緒変わんなくない？ねえ、そう言ってた？圧力をかけられたって？こまっちゃんが？そんなことをふわっちで言ってたのかい？言ってないでしょ。なんかね、小町くんね、なんかね、やらしい目で見てるのよ、私のことね。好きなんじゃないの、私のこと。で、ちょいちょいね、モンジョリさん好きとかさ、
女だとかさ言うんだよね。本当に。いやなんかね、ちょいちょいそういうワードがあんで、こまっちゃんはね、何なんだろうなってずっと思ってたんだけど、私のこと好きなんじゃないの？だってね、例えばね、例え話でスターバックス飲めば、こまっちゃんもスターバックス飲むしね。ね、なんかそういうとこも真似っこしてるし、なんかね、たまーに真似っこするよね。お前いいかげん。今回のコンビニ入っちゃったのも私の真似っこかしなとか思ってね、私昨日考えてたんだけどね。こまっちゃんが私真似しちゃったんじゃねえかな、みたいな。だから結局私が悪いのかな、みたいなさ。ね。こまちくんと付き合う？いや、結構ね、昔から見てるの、私、こまっちゃんはね。ずーっとリスナーさんで、結構コメントとかしてたんだよね。もうほんと、まだ閲覧、ね、100人とかさ、50人とかの時ぐらい。その時に、ヨギママも一緒に見てたんだよね。結構、オカマがいっぱいいて、その時ね。オカマとおばちゃんの枠だったの。それで、なんかね、あの、コメント書いたりとかしててね、応援してたんだよな。そうそう、北海道にいるとき？そう。電話かけちゃダメでしょ、だって。ん？だって今、晩中だから電話もダメだからね、ツイキャス。私が規制食らっちゃうもん、話すと。うん。晩の人は音声載せると、ダメって警告も来てるんだよ。うん。ナーボーがかけてたんだ。そういうとこだよね、ツイキャスさんね。ねえ、そう、人によって差があるっつうのおかしいよね。じゃないの？私は警告来てるからね、その、愛子ちゃんの時。ねえ。あ、でも A 版の人だからかな。A 級版の人だからそういうことかな。それで私おすすめ規制かなんかかかったよね、確かね。版と A 版の比重が違うのかな。うん。いや、検証すんのは怖いね、ちょっとね。どうなんだろう。ちょっと怖いな、おじさんもな。おすすめ規制ぐらいだったらいいけど、ちょっとね、私も昨日警告来ちゃってるし、ちょっと保身に走りたいっていうかね。ちょっともう保身のおじさんなんで、そうと守ってくものもたくさんあるんだな。じゃあ、おすすめ規制ぐらいがいい、だったらいいけど、ねえ、私がバンになったら見れなくなるんだからさ。まあ、外部サイトに行くっていうのもありだけどね。ここは守るべきお城なんですよ。ね、ここしか見てない人もいるし、それはなるべく避けたいよね、そういう行為はな。そうでしょ？朝7時からここ見れなくなったらみんな、ね、寂しいじゃん。みんな朝ね、うんこするじゃん。ね、それと一緒。ね、うんこが出ない。ね、私も見れない。ご飯も喉通んない。旦那とのセックスもないってね、寂しいってなるじゃん。そういうことで私がいなくなるってことはね。何そんな。なんで困っちゃうね、私のこと好きなんじゃなくて、なんかね、私そういうの気づくタイプなの。男の行為ってさ、分かりやすいじゃん。もう明らかに態度とかさ、そういうの出てくるじゃん。好きとか嫌いとかね。こまっちゃんは、私をエロい目で見てる。マジで。狙ってる感がある。で、ワンちゃん、ね。あの時にポルポンと別れてたら、私は狙われてたかもね、こまっちゃんに。え？乗り換えで。え？アプローチが来たと思うよ、こまっちゃんかな。だって、あの後に、私、口説かれてんの、何人か。もうすでに。それは、ちょっと名前はお出ししませんけど、迷惑かかっちゃうかな。次は、俺にしないっていうのが、
こまっちゃん以外に2人から来てんですよ。うん。まあ外部サイトも含めね、ツイキャスもそうだけど。うん。一人はイケボ配信者。もう一人はふわっちの配信者ね。うん。いや、売名言うけどさ、私がさ、売名のために付き合えないって本気になるタイプって分かってるでしょ、みんな。それを見てんじゃん、その配信者もね。私がめんどくさいオカマってさ、めちゃくちゃ分かるじゃん。ね、そんな売名とかね、ね、台本とかで付き合えるタイプじゃないやん。その状態を見ててね、アプローチしてくるってことは本気だよね。本当に私のことは好きな人じゃない？じゃあ、ネタとかじゃなくて。じゃあ、お金のためにね、のんけがね、オカマと付き合えるかチンポしゃぶられんだぜ。普通に考えて無理じゃん。養分伊藤くんも言うじゃん。友達はいいけど、ね、ケツ本能は無理だわって言うじゃん。それだよ。正解はね、いくら売名とか、ねえ、そういうがためにね、私とは付き合えないですよ、はっきり言ってね。で、散々今回ね、ポルポンも見られてんだから、どうなるかってことが分かってんだよ、私に近づけばね。どういう状態になるかっつうのをね、みんな把握してんやん。ねえ、私の彼氏になった人はね。でしょ。過疎のポルと養分を同じにすんなよ。だってポルポンの方が閲覧あるもん。え？養分くん？養分伊藤くんはね、コラボしてるから閲覧があるんだけどね、今ね。ねえ、あと私たちのネタを話してるんだけどな。うんじゃん。今だけじゃん、閲覧のな。あいつ。ねえ。うちに来る前は300人、200人だった。今はね、何千人、2000人、3000人いますけど。ねえ。ねえ。すぐ戻んだから、変なゲーム配信とかさ、バクチン配信すればな。だって私たちのあれで飯食ってるようなもんでね、ナイスはね、明らかにね、私のアンチとか、ポルポンのアンチが押してんだから、あれね。もう数字的に、2倍に跳ね上がってんだから。ね。ナナちゃんおかしいよって。あんた養分伊藤リスなの？舐めんじゃねえよ。え？おめえより私たちの方が関係性長いんで、出しゃばんなっつんだよ。クソが。何年付き合ってると思ってんね、友達やってると思ってんね、4年やってんね、こっちはな。え？もうすぐで5年目だよ。舐めんじゃねえぞ。広島も行った。北海道も行った。ねえ。大阪も行った。あとどこ行ったっけ？名古屋も行った。千葉も行った。何回一緒に寝たと思ってんのよ。同じベッドだよ。添い寝ね、腕枕だよ。え？悔しいのか？養分の、え？ガチガチガチ恋さん？え？どうしても私と離れてもらいたいのかい？うん？私と養分がお友達でいたら、なんか面倒なことがあるのかな？頭悪す。おはようございます。あとね、なんかね、勘違いされやすいんだけど、未だにね、小峠くんのことを私が好きでね、狙ってるみたいなな。そうやって洗脳されてる人もいるんだよね。未だに。ポルポンが、なんか替え玉っていうかさ、影武者でね、なんとなく付き合ってるみたいな感じの理論があるんだよ。ね。ね。仕方なく付き合ってるみたいな。で、本命は、養分伊藤くんだっていうね、その謎の理論。初めて聞いた？いや、DM とか LINE 散々来るよ。マジで。
ナナちゃん、ポルポンはダメ、やっぱり養分伊藤くんよってな、抱かれちゃいなとかさ、おかしいんじゃないのみたいな。DM 最初もうそういうのばっかでね、ね、この間なんて喧嘩とか別れるで別れないの言ってた時も、もう別れちまいな、ナナちゃんには新しい人がいるかなってね、私が見つけてきてあげるとか言ってさ、わざわざご丁寧にね、あの他の配信者の写真を送ってくる、この人どうかしらみたいな、お見合いじゃねえんだよみたいな勝手に決めんねって、それ見たらなんか40代のジジイなの、なんかもうマジ無理みたいなね、西城秀樹みたいなさ40代のジジイなんだよね、ボンカレーとか言いそうなね。いや、西城秀樹は無理よってね。昔はかっこよかったけど、ジジイは無理だっつうの。向こうにも選ぶ権利がある。でしょ？おせっかいすぎるよね、ほんとにね。ほんとだよ。いや、私のタイプもわかってないしね。もう全然わかってない。今まで何を見てきたのって感じ。私の男性のタイプを知らないんでしょ。ねえ、マジで。ねえ。ただイケメンが好きとかじゃないんで、私もね。特殊なんで、私も結構。うん。まず一つ。ね。男が好きな男は嫌い。嫌いというか無理。恋愛対象ではないです。みんなに教えますけどね、私の男性のタイプ。一つ目。のんけじゃなきゃ絶対に無理。まあ、ワンチャンバイセクシャルだよね。どっちも、バイセクシャルもあり得るけど、今までは付き合ったことないけど。うん。で、二つ目。私より年下じゃないと無理。ね、年上はあり得ない。まあ、中には例外でね、昔付き合ってた人は年上だったけど、まあ、それは例外中の例外。タイプで言うとね。なんでする、で、みんなもさ、だってタイプあるじゃん。人それぞれ。あるじゃん。タイプと理想、理想と現実はやっぱ違うけどさ。ね？新やっちょくんは年上？またそういうこと言うとあれ怒られちゃうからね。あかんよ。ななちゃん、あかんよ。やめてって言ってるやんって。本気で怒るで、とか言ってさ。やばいよ。ねえ。それはちょっとね、やめた方がいいんじゃないかしら、言うな。ラグ？あいうえお。ラグってないな。うん。訪れはないね、今日ね。まあ、やっちょくんはね、かっこいいけどね。やっぱりモテるから、やっちょくんの彼氏にはなるのは大変だと思うよ。ねえ。モテるし、やっぱりああいう性格だから、彼女になったらかなり苦労すると思う。うん。だセフレとか、お友達ぐらいの方がいいよね。やっちょくんみたいなタイプはね。多分ね。セフレぐらいな感じ？ちょっと抱いてもらうぐらいで。週末だけ抱いてもらうみたいな。真面目に付き合うと、やっぱ、きついんじゃないかな。あれでモテんの？モテるわよ。配信者で一番モテんじゃないの？男性配信者なの。じゃ、ランキング作ろう。配信者でモテるランキング。雑談系とか、そっちの企画系で作ろう。一番モテる人誰だと思う？みんな。じゃ、これこれさんとかさ、また別じゃん。そこら辺は省かないとね。もう全然比重が違うし。平田くん。まあ、平田くんはなそうだね。モテるかな。まあ、ナーボーモテるよね。だって歴代の彼女とかもね、可愛い子ちゃんばっかりだし。ねえ。
そうでね、結構可愛い子にモテるね、ナーボンはね。うん。えーって何？あ、セイジ君はね、優しいんだよ、あの人。クレイジーパピオンセイジ君はめちゃくちゃ優しいの。で、もう女を知り尽くしてるね。私もちょっとね、コロッと行きそうになったもんね。このお家に来た時に。ね、顔とか見た目はタイプじゃないけど、あのね、性格はね、マジでね、コロッと行きそうになったな。いいかな、みたいな。うん。あの、このお家に来た時に、あと、チンチンを見せられたんだよ、セイジ君のね。カメラ映ってないとこで、ちょっとチンチン見せてって言ったら見せてくれたんだけど、あのチンチンは、女泣かせよね。もうすごいチンチンだと思う。で、セックスも多分うまいと思うよ。うん。かなり、ね、女は気持ちいいセックスをすると思うよ。そことかで。ケイノスケくんはね、見た目とね、性格はいいんだけど、ケイノスケくんもいいんだけど、ちょっとわかるよね、言いたいことね。ケイちゃんはね、なんつうのかな、AT フィールドがあるっていうかね、ケイノスケフィールドがあるんだよ。ケイノスケくんはケイノスケくんの世界で生きてるって感じ？わかるかな？なんつうのかな、やっぱりイケメンだし、優しいんだけど、そうね。そう、ワールドがあるかな。うん。そう、KT フィールド。KT フィールドが発動したときはちょっとね、うん、彼女はどうなんだろうねって感じるの。え？面白いね、この話ね。この話盛り上がるね。ちょっとなんかまた喉痛いな。風かしいな。ネットの王子。ああ、でもね、この間初めて会ったじゃん、ネットの王子。意外とね、気配り屋さんだなってこと分かってるね。優しいし。まあ、みんな基本優しいんだけど、すごい気を使う人だなってね。めちゃくちゃ気遣い屋さんだなっていうのね。今日はどれにしようかな。こちら今ね、モニターをやってんですけど、01-02-08 だね、今日ね。こちら、ネオンスターズリップティント、ピンクグレープフルーツだって今日。ピンクなのかな？これちょっと毎日ね、テスターをしてるんでな。で、日曜日の時に、フルメイクをしてもらってね、通販をやるんですけど、ちょっとね、珍しく預かってんですよね。これだね。これが一番いい、今んとこ。このピンクグレープフルーツが私には合ってんな。色好きだね、これ。これはリップティントなんだけどね。うん。これだね。これが一番似合わない。自然じゃん。すっぴんでもいいよね。やっぱオレンジ系のリップは合わないのかしら、私。顔の、なんだっけ、ブルベとかなんかあるじゃん。そうね。私の顔の色はこれ、このちょっと薄いピンクとか似合うのかな。え？アップにしてみて。はい。
あ、で、なんかプレゼント届いたね。これもさ、化粧品って書いたんだよね。こちらさ、最近ね、プレゼントまたよくいただけるんですが、ありがたいことに。ただ、最近送ってくれる人みんなね、本名で送ってくんのよ。なんか、なんてお呼びした、していいかわかんないかな。送ってくる人はカッコで、例えば呼びやすい名前、アカウント名とかさ、ね、あだ名みたいのをつけてくれるとね、なんか、言いづらいね、ありがとうっていうのさ、誰かもわかんないしね。だから、リナちゃんいますか？もう言っちゃうけどね、本名でね。知念リナかな、これ。リナちゃんいるかね？ありがとうございます。Where to call on you for me? Do for me? こっちを向いてよ。I love you more, I need you more. って感じで。ありがとうございます。化粧品だって。なんだろう。懐かしい。お手紙が入ってる。あら、ご丁寧な字だね。素晴らしいね、この文字。お上手だわ。もう性格がわかるね、このお手紙ね。大体ね、100均のグッズとかね、送ってくる人はね、殴り書きみたいな、なんか、スーパーのチラシの裏みたいな書き方なんだけど、ねえ。もうね、わかる。匂いとかでもわかんねえ。もう全く無臭。で、たまに香水がついてる手紙とかあんね、ディオールとかね。気が利く人は香水をちょこっとかけたりとかさ、ね、この髪に匂いがついてたりとかね。で、気が利かない人は家の匂いがついてるの、プレゼントとかに。もう、生活臭とかね。もう玄関入ったとこから想像できるみたいな。もう絶対玄関入って、ね、棚のとこに、鍵とかさ、車の鍵とか乱雑に置いてる家だなとかね。観葉植物がさ、腐ってたりとかね。あ！私、水あげてなかったね。忘れてた。もう1ヶ月ぐらいあげてないんじゃない？これ。うちのお姉ちゃんからもらったの。やば。なんかちょっとへたってるもんね。あららららららら。元気がないね。こういう噴水的にもあるよね。ちょっと元気がない植物を家に置いとくと、ちょっと運気下がるとかね。体調崩れるとかさ。なんかそういうのあるよね。だからまあ、何の話してたのね。藤沢奈々様、いつも配信を楽しく拝見しております。ご実家で、ほらもう言葉遣いが違うね。ご実家で、ね？前、普通のおばちゃんとかだったらご実家でなんて言わないじゃん。で、前住んでた、ね？お家でとか書くじゃん。ご実家っていうところが綺麗よね。ご実家で頭にボールをかぶり、お茶爆ちょうだいと踊ってる奈々ちゃんを見て、時代は変化したもんだと思ったのが、もう4年前。でもつい先日のことのようです。毎日毎日、いろんなことに全力な奈々ちゃんに元気をいただいております。いつも本当にありがとうございます。私は美容系メディアのお仕事をしてるだって。美容系メディアのお仕事をしてんだって。すごいね。インフルエンサー。インフルエンサーか。そっちの美容ライターか。
あれじゃない？まあなんかそっち系だよね、多分ね。美容系をしているってことはね。美容系メディアって結構なかなかいないよね。美容系のお仕事をしてるっつったらエステティシャンとかそっち系だけど、美容師とかね。メディアって言うとそれを紹介したりとか、いいものをなんかね、選ぶとかそういう仕事だよね、多分ね。さっさと読んで。じゃあもう読まない！しつけーな。もうこれも、お預け！そうやってさ、命令すんのやめてくれる？今、盛り上がり。自分の中で、ね。盛り上がりタイム。それを邪魔しないでくれる、ほんとに。めちゃくちゃ盛り上がってるタイミング。で、見たいの？見たくないの？美容系メディアが選んだ化粧品。見たいの？見たくないの？どっち？はっきりして。見たい？見たくない？どっち？見たいでしょ？だったら指加えて見てろっつね。最近このワード好きなんだけどね。指加えて見てろっつね。で、どうせね、チンポも加えてんだろっつのね。昨日やった人も何人かいらっしゃると思いますけどね。1000人ぐらいはね。セックスしたね。切ったね、おまんこが。あ、お茶幕ちょうだい。私は美容系メディアのお仕事をしているのですが、日々頑張るななちゃんにぜひ使っていただきたいと思ったアイテム、おすすめだね。ね、美容系メディアの方がおすすめする最新のマストトレンドアイテムが来ちゃったと。送付します。貼って剥がす美容パックなんですが、貼ったまま寝てしまっても大丈夫です。翌日のお肌がプルプルになるので、デートの前日に、前顔だけではなく、気になる目尻、おでっ、それごめんね。喉が、ちょっと待って、ティッシュがないな、ちょっと待って、ちょっとなんかちょっと喉の風邪ひいたかもな。なんだっけ、おでこなど部分使いも OK です。たくさんのファンの方や、アンチの方がいて、嬉しいことも大変なこともあると思いますが、あまり無理をせず、元気なななちゃんでいてください。これからも応援していますということでね。ありがとうございます。美容系メディアおすすめ商品。おすすめパック気になるね。なんだろう。いや、捨て間じゃないんじゃない？ああ！来た！これは有名なやつだね。小雪。これはトレンドが来たわ。この小雪の知らない？みんな。これ、流行ってるやつやん。ボノトックス。ねえ、これも、使ったことある人いるんじゃない？美にうるさい人は。ねえ。ボノトックスが来ましたね。マルチパーフェクションクリーム。コンセプトレートアイ&リップトリートメントセカンドスキンクリームだって。すげえ。なんだろう。ちなみに昨日はね、これが来たんだよ。この歯を黄色くするやつ。あ、黄色くじゃない、白くするやつね。
ただジェルがなくて、ちょっと今ねまだ実験はできてないんですけど、これを歯に加えてね、あの照射するだけのやつね。これがボノトックス。これはどうやってやればいいんだ。使用方法、洗顔後の綺麗なお肌に使用します。専用デバイス、美容機器の保護キャップを取り外し、クリームのチューブを押して、機械なのこれ。専用デバイスだって。これはそうなのかな、美容機器なんだ。ステマとか言ってる人はさ、みんな買わないでしょ、どうせこんな高いの。で、いいんだよね、アロエかなんかを使っとけばいいんだよ、100均かなんかのね。うん、欲しい人だけ買えばいいじゃんって話やん。じゃないの。そうさ、リスナーさんがね、ご好意で送ってくれたものに対して失礼すぎるよね、本当に。マジ。もうそういうとこはね、ここのいけないとこ、値段を出したりとかね。わざわざ、私にプレゼントを選んで送ってくれるリスナーさんに対してマジで失礼だからね。ねえ。今に始まったこと。今見てらっしゃるかもしんないんでな。うわー、なにこれ。やば。なにこれ。すげえな。高そうだよね、これね。これいくらなの？これ、専用デバイスだって。これ。やばくない？なにこれ。これでやるんだ、こういう風にね。ちょっとね、ちょっと調べてみようかな、おじさんね。ちょっとみんなに聞くの。ボト、なんだっけ？ボノトックスね。ボノ、トックスでしょ？あ、これだね。ボノトックス。ね。YouTube 見ろやって何？あ、これで7920円だって、たっけーな。このトライアルみたいの。トライアルで7900円だ。で、こういうのも入ってんね。これは SS クリーム。これはあれなのかな？寝た時に使えるクリーム。なんつうんだっけ？その保湿するクリームって。ナイトクリームって言うんだっけ？なんかそっち系だよね、多分ね。ナイトクリームかな？これも。これは普通に乳液みたいな感じかな？どうやって使っていいのかわかんないな、これ。全然わかんないんだけど。こういうの難しいよね、初めて使うときね。どうやって使うの？これ使ったことある人いないかな？動画がある。ちょっと見せて、その動画。サイトに書いてあった使い方？顔はね、もう洗ってある。朝。髭も剃ってあるし。どれを最初に使えばいいの？なんか3種類あるんだけど。まず、キャップを開けて、お尻につけね。はーい。こうやってね、キャップを開けて、お尻につけると四つん這いになってね、こうやってね。あん！いいよ！いいよ！言い返した、ほんとに。で、7000円、トライアル7900円、もう言い返して、高級品。ね、そこら辺で100均の、ね、棒と違うんだよ、これは。
情報もいい。で、使い方を教えてよ、この。わかんないっつってんの。どうやって使うの？どれを今塗ればいいの？これ。わかんないんだよ、マジで。でもさ、デートの時にお使いくださいってことは普段使いしちゃダメなのかな？説明書あんだけど、なんか難しいんだよね。マイクロなんとかとかね。ん？ホームページにイラスト付きで、じゃあここで見てく？いや、わかんない、マジで、これ。ボトニックス。ボトニックスじゃなくて、なんだっけ？ボノトックス。ボノトックス。先端コスメティックブランドボノトックス、これかな？結構あれだね、小雪を前面に出してるわね。なんかめっちゃクルクルしてんだけど、何これ、みんな見すぎじゃね、やばくない？どこに書いたんだ？どれがどれかもう全くわかんないね。どれがどれ？これ何これ、これファンデーションなの？これすごくない？これでファンデーション塗るの？すごくねえか、これ。ねえ。しゃれてるよね。なんなのこのファンデーション。ちょっと気になるね。これも使いたいな。ブラシ型なのこれ。ね、どこに乗ってんの？ちょっと教えて、使い方。どこに乗ってんの？上に乗ってんの？これなんかクルクルなってるけど、ずっと。なんでこんなクルクルなってんの？ここ。全然始まんないんだけど、動画が。アクセス集中してんの？これ。いや全然始まんないよ、ほら。あ、始まった。あー、じゃあ、ボトックスって書いてあるから、活性化なのかな、これ。今流行りの。肌を活性化させる成分が入ってんじゃない？今風の。ペリペリすんなね、ペリペリね。あ、こうやってぬりぬりして、ぬりぬりペリペリかな？どれが、それがどれかわかんないんだよね。このどれがペリペリなんだの？みんな使ったことないんだろ！ぶっちゃけ。なんだかんだ、ステマとかどうのこうの言うけど、最先端のこのメイク道具使ったことねえんだら説明できないってことは。ねえ。だから私も使ったことないからわかんないっつってんじゃん。どれをどう使えばいいのこれ。わかんないんだよね、これマジで。もらっても使い方がわかんないんだもん、だって。洗顔後の清潔なお肌に使用します。マッサージをしますと。
これはでも普通に塗る系だよね。コメントを見ろって何？たまには説明書、だから説明書がないから困ってんじゃん。ここに今書いてあるけど、どれをどの順番でどうやって使うかなんて書いてないんだよ。ワン、ツー、スリーって書いてあるじゃん。普通ワン、ツー、スリーってあるっしょ。全部バラバラだからわかんないっつうの。どれを最初か使ってね、何番目に使うかわかんないんだこれ。ねえ、ホームページ、いや、ホームページ載ってないじゃん、さっき見たな。今日わかんないっつうの。だからさ、これをさ、じゃ例えて、この、棒が1番、ちっちゃいのが1番、長いのが3番とかさ、そういうので教えて、ちょっとわかんないっつってんの。聞きなないで。電話で聞くじゃないよ。また電話で聞くのか。昨日も電話で聞いたけどね。長いのは口とか目元用なんだ。どれを剥がすの？全部混ぜて使う？それはないっしょ、どう考えても。これを使ってみる？じゃあこれ。この機械みたいなやつ。え？すごっ。ここを触ると電源がつく。え、すごくね。ここは機械になってんのよ。なんか振動してるね。それで何？押すとなんか液が出てくるのかな？1分間に1万2000回振動。赤色の LED を照射だって。え？1番に2番をつけて揉み込む。1番に2番って何？で、だから今さ、もう、コメントで書いてっつっての調べるのはいいけど、ね、こっち1人、それをまとめてここにコメントで書いてそこまで済んだって最後まで面倒見てん。違う違う、YouTube もだから見ないっつってんの。YouTube 流さないし。ね、専用のキャップを外す？あ、だからもうこのまんまでいいってことだよね。なんか出てるもんね、もうね。こうね。これはこのまんまでいいってことでしょ、こういう風に。チューブを押してクリームを出して、はい。あ！出てきた。見えるかな？匂って出てきたね。あ！やだ！お肌がピリピリしてる。当てただけで。なんか、筋肉痛の前みたいな感じ。ピリ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 って。これで当てんだね。ああ、すごいね。伸びる感じだね。EMS じゃなくて LED だって。赤色 LED。
なんか目の下とかいいんでしょ。こういうところかね。でもなんかどん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 クリーム出てきちゃうんだけど、まずいね、これ持ち方を間違えると。で、ここのキャップの部分とお薬っていうかクリームの部分が外せて交換できるんだって。で、電池交換みたいなのできるみたいな。これでなんかむくみとか取れんのかしらね。どうなんだろうこれ。結構ね、気持ちいいね、ブーっつっててね。なんつうの、あったかい感じもする。じゅわーっとね、こうね、熱くなる感じ。これは何なんだろうね、ハリが生まれるって感じかな。マッサージ効果もあって、若返りがあるんじゃない？もしかしたらね、この成分に。そう、エイジングケアだよね、多分。今流行りの。だからなんだっけ、活性化なんとかだよね、細胞の。今そういうの流行ってんじゃん。若返りね。これは何分間やればいいんだろうね。何分とか書いてないね。なんか適当でいいのかな。ほうれい線をやって、あ、こういうとこだよ。こう、上げた方がいいのかな、こういう風にね。いや、全然強くなってない。強くやってないよ、私。優しくやってるよ。あ、ルイちゃん、お茶ばかりありがとう、シャキーン。だから、ステマじゃないっつうのな、あっち、ね、リスナーさんが送ってきたのにね。もう本当に、じゃあ、最初から見せなきゃよかったじゃん、めんどくせえな。本当に。だから聞いたじゃん、私、開ける、開けないって。本当にめんどくさいんだ。だって見なきゃいいじゃん、買わなくて。ね、リスナーさんがプレゼントくれたもんなんだけどさ。ねえ、別に私も金ももらってねえし、こんなんでな。ただ、いいものだったらみんなに紹介したよね、こう自分で使ってみてね。ほんとだよ。え？だってさ、私に案件が来ると思う、美容系の。どう考えて、みんな散々バカにしてんじゃん。ね、汚ねえとか、清潔感がないとかね。そうだよ。あ、お茶ばかりありがとう、シャキン。いや、マジで失礼だと思うよ。これ少なからず、ね、7000、1万円以上のプレゼントに、それを、なんかね、マジでそういうの許さない人なのかな。そういう気持ちをね、裏切るような行為。ね、じゃあ自分たちは私に1万円以上のものをあげられんのって感じ。あげらんないっしょ。ね、自分たちは食うのに必死だろ？じゃないの。ね、人に1万円のものをあげられるかっつうんだよ。そこが貧乏人ってことだよ。心の余裕がないってことだよね。だから、ね、生活水準も上がんないんじゃねえですかっていう感じよ。まあ、とりあえずこれはちょっと使い方を調べてね、やってみましょうね。ブーメランじゃなくて、今これを送ってる人がね、見てるかもしんないじゃんつうの。失礼じゃない。兄ちゃん、お茶ばかりやつ、シャキーン。ねえ。ほんとに失礼なんだよ。
会えないからイライラじゃないでしょ。ねえ、会えないからイライラなんかしてるわけないじゃん。いや、普通に失礼だよねって、それを失礼だと思わない人たちもおかしいよねっつうの。ん？1万円以上のものをね、選んで送ってくれて、で、あなたたちはできるの？私できないよ。そうじゃない？できますか？できないんだったら黙っとけよっつうの。文句言うなよって感じだよ。そうだよね。で、これが買えない人もね、欲しいなと思ってて買えない人も今ここで私が使ってみてね、判断もできるじゃん。買うか買わないかもね。うん。こういう素敵なものがあったんだなって気づく人もいるでしょ？うん。キレゲーが好きって今マジでキレてんだけど私。ゲーじゃないんだけど、マジで私イラッとして話してんだけどね。このトーンでわかるだろう。うん。いや、失礼すぎる。そのリスナーさんのプレゼントに対してマジで失礼。他の配信者のとこ見てごらんよ。ここみたいに文句言ったりとかね、ね、イチャモンつけるとこなんてないから、はっきり言って。あのね、超えていいラインと超えちゃいけないラインがあるんだよ。ね？こう配信だから、うんちゃらじゃなくてね。そうですよ。そういうとこをみんなも直してもらわないと。ね、環境づくり。いつまでもこのまんまじゃダメなんすよ、はっきり言って。うん。じゃねえの？そうじゃねえの？納得できるのかできないのかね、今の話ね。うん。最後まで試してもらわないと買うか買わないか？はぁ？何をおっしゃってんの？だったら自分で買えよ。それやったのに。最近マジでひねくれすぎ。お前もひねくれてんね、そう言うってことはな。まず自分の言動を改めなさいよと。うるせんで、おめえお母さんかな、私の。ん？腹をね、痛めて産んだのか、私のことをな。だったら文句言っていいよ。一度も会ったことないんだもん。ヤクルトいつやんのって、9時過ぎだよ、9時過ぎ。まだ30分以上あるよ。プレゼントを捨てたりする？あー出ました、でもでも、じゃあじゃあじゃあ、ああ言えばこういうね、もらったものは私のものです。あなたたちのもんじゃありません。私がどう使おうが勝手でしょって感じね。でしょ、そういうことですよ。そんなんでぐち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 言われてもね、捨てようが使おうが何しようが私の勝手でしょっつうのね。うん。ポルポンに掃除機を投げないで、今私が投げましたか、これ大事に大事に扱っただろう。雑な扱いをしてないんだけどね、めちゃくちゃ大事な扱いをしたんだけど、どこに雑な扱いをしたんですかっつんだ今。投げてないじゃん全然。うん、唇に手の甲を当ててみて、なんの、おほほほ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 のほのほけっきょってね。似てきたって何？あっちが似てきたんでしょ？ね。もうさ、ポルポンと例えんのもやめてくれる？ねえ。ねえ。影響なんか受けるわけないじゃん、私が。あ、お茶ばかりありがとう、シャキーン。ありがとう。じゃあ別れる。またその話めんどくせえな。じゃあとかでもとか。もう私に一番嫌いのこのじゃあって使うの。なんかごまかすような言葉。じゃあなんとかでしょ。でもなんとかでしょって、そういうごまかし？ごまかしの生き方嫌なんだよね。はっきりしろよ。はっきりしろよっつうんだよ。じゃあとかでもとかね。ぶっ飛ばされるよ。そうじゃん。
何？私も言ってる？神奈川弁だからね、じゃーとかじゃんとかね。うん、こっちの方言だからね、神奈川の。じゃーは。うん。いや、関係なくない。昔からそうだよ。じゃーとかじゃんとかそうだよ。こっちの神奈川の言葉だから。神奈川弁ですよ。あら、いい感じに温まってきましたね。もう、今日のプラン通りに向かってますね、私のね。で、ヤクルトでまた叩かれると。ね？という予想をしてますけど、今日は本気を見せるんで、ヤクルト一騎ってみんな見たことある？結構辛いみたい。やばいらしいよ。数々の YouTuber とか配信者がやってますけど、みんなほぼほぼ入ってるよね。失敗してます。でもね、私ね、乳酸、なんだろう。乳酸菌系は得意なんで、ヨーグルトとかもガバガバ飲めるし、牛乳ガバガバ飲めるし、ヤクルトもピルクルもガバガバって飲めるんだよな、ね。で、結構体質的に、乳酸菌を受け入れる体質っていうの。もうバッチグーって感じ。いや、前回やった時はね、本数が少なかったね。前回は多分10本ぐらいじゃない？あれはもう余裕で飲んじゃったよね、私ね。パッ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 って。結構早めにペッ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 ってな。水曜日は手抜きでつまんない。だったらツイキャスのメンテナンスに文句言えよ。3時間しかできねえんだよ、この朝の放送な。え？だったら、ね、メンテナンスを12時からやれって感じだよ。しょうがねえやんだって。だって、10時にメンテナンスどうしても入んだからね、それをずらしたりとかね、それをね、カバーできないやんだって。3時間しかできないんだよ、時間的に。で、雑談2時間、雑談2時間にして、あと1時間しか残りないじゃん。じゃあ、あと1時間ね、外配信できるかって言ったら、外配信の途中で切れちゃうよ。そしたら、あれでしょ？じゃあ、こういう単発的なチャレンジ系をぶち込んだ方が、合理的じゃねえの？スケジュールは。ねえ、1時間の中でできることを探してるだけなんだ、私はね。ねえ、一発芸的な。そういう汚いとこも直せ。このゲップが出てんの喋りすぎでね。空気、喋りすぎで過剰にね、空気を吸っちゃってゲップが出てんの。別にね、お腹いっぱいとかね、そういう生理現象の一つではありますけど、ね、こうやって喋ってれば空気もたくさん吸うんですよ。ってね、プロの歌手と一緒だよ。ね。小柳ゆきとかも、めちゃくちゃ吸うじゃん。壊れ、そうな、明日に、向かい、ってね。それと一緒だよ。めっちゃ喋ってるから。声も枯れるし、ゲップも出んねん。ちょっと待って。やばいね。嘘でしょ。ついにここまで来たか。どうすればいいんだろう。今日は7月14日はゼラチンの日とゼリーの日とひまわりの日です。ゼラチンの日、フランス革命が起きた日が7月14日であると。ね、同じ日をゼリーの日にしましたと。なんだろうこれ。毎日さ、送ってくんで、この人。この人。毎日今日は何の日ってね。毎日でほら。
毎日今日は何の日、今日は何の日って、ね、ずっと。すごくない？じゃあね、この方はね、一回ね、ももこちゃんを紹介してくれて、ももこちゃんのことが好きで、ももこちゃんを紹介して、みたいなさ、連絡があってから知り合ったリスナーさんなんだけどね。そう。そう、ポップ D さんっていう人なんだけど、よく覚えてんね。うん。で、なんだかんだ、なんだろう、うまくいかなかったんだもん、多分ね。そしたら嫌がらせのようにね、言い方悪いですが、嫌がらせのように私に毎日何とかの日って送るようになってきたの。お茶まかりやとシャキーン振られてからね。で、私も一応見るんだけどね、その何とかの日ってね。ふんふんって感じで見てんだよ、いつもな。ただ、遅いんだよね。今日、このタイミングのね、ゼリーの日って言われても遅いじゃん。例えばね、前日に何とかの日って送ってくれれば、あーって明日ゼリーやろうかなとか思うじゃん。わかる？今ここでゼリーの日って言われても、もうね、ヤクルトやるし、みたいな感じやん。そんで、前もってね、一週間分送ってくれるとかね、やってくれんだったのね。そうでしょ。ラグがあるって何？そう、今言われてもね、配信者、あ、でも一応私は調べてるよ。今日は何の日とか、例えば、なんかね、そういうのもネタになる。例えば肉の日とかあるじゃん。だ今日は何の日だろうなーっていうのも調べてるし、天気とかも調べてるし、あとニュースもちゃんと調べてるし、あとなんだろうね、今流行ってるもんとかをね、チェックしたりとかさ、してるよ。ね、そういうのってね、土曜日の牛の日はね、今年は、一応さ、土曜の牛の日って2回あるんだよね。もう1回目は終わっちゃったんだけど、土曜の牛の日はね、今年はですね、7月28日だね。7月28日。俺だね。だから28日だから、何曜日かな？水曜日だ。あ、だからちょうどもらったやん。うなぎ。あし、リスナーさんからこの間ね、特上のうなぎもらったんだよ。セット。28日食べんのいいよね。これこれこれ、国産のこちらお高いやつ。再来週の水曜日ちょっと覚えといて、これであれで、ね、うな重かなんか作ろうかな私ね。これ国産で、国産いいでしょ。本当はね、なんかね、ポルポンと食べてって言ってたけど、一人で食べてもいいかな。ね。じゃ、ポルポンを家に呼んで、一緒に食べんのもいいけどね、水曜日。2週間後だし、土曜の牛の日、一人で食べちゃってもいいかな。でも、一緒にって言われたかな。一緒に食べた方がいいんじゃない？リスナーさん的には。一緒に食べてよってね、送ってきたかな。それか、うな重を作って、デリバリーする、ウーバーナナのシリーズで行く？お家にお届けみたいな。ね、うなぎ犬のメイクして、うな重をお届け、みたいな。どっちでもいいとか。また怒られる。いや、怒られないっしょ。ねえ、何を怒られるの？だって昨日は、また話すけどね、彼の話ね。ラブラブで、終わったからさ。LINE もね、何通かやり取りして、電話もしたし。嘘つきじゃない。何を嘘ついてるの？
だアポを取ればいいんだ。だから今のうちに取っとけばいいんだよ。アポって言ってたじゃん。だ再来週の何曜日ってね、指定すればいいんだよね。もう2週間前だし。うん。何も。好きだよね。みんなね、その話ね。私も好きだけど、みんなもね。具合は悪いって言ってるけど、まあ、メンタル的だよね。体もちょっと心臓悪いけど、今ね。湧いてきたよね。このさ、ポルポン勢がいるよね、絶対にね。明らかに、このなんか雑談時間にポルポン勢が湧いてくるよね。あちこちからね。わかる？ペヤング勢みたいな。いるよね、絶対にいると思うんだよ。うん、で毎日この話を聞きに来てるだけの人たちっているよね。どうでもいい。どうでもいいって何言ってんだよ。私の彼氏だよ。ふざけんだよ、おめえら。舐めてんじゃねえぞ。私のことが好きだったらな、彼氏も好きになるやん。叩いたりしたら許さねえからな、マジで。え？それは私を叩いてることになるんだからな。なあ。あいつを叩くってことは私を叩いてるのと一緒だよ。私も戦争を始めるよ、そろそろ。ん？一体何千の戦争を始めるぜん。ん？負けねえからな。やるか。いいよってのに。でも手疲れる。ブロック入れるのも手疲れるね、この速さだとね。ブロックもマジで入れらんないからね、あの流れちゃって。で、たまにね、ブロック入れてやろうかなっていう人いるんで、本当にしつこくね、長文とかさ、開業とかね。でも、もう手が追いつかない。なんか最近口悪いの加速してない？わざと口悪くしてんねん。普段はこういう言葉遣いしないよ、私。めちゃくちゃお上品だから。なんとかかしらとか、そうでしょうとかね。優しい言葉遣いだよ。だってリスナーさんに暴言吐いてるの見たことある？リアルでないじゃん。ね。実際あったらみんなに優しく接してるよね、私ね。ありがとうって必ず言うし。ん？ね。じゃあここではだって顔が見えないじゃん、だってはっきり言ってね。いろんな人がいるし。うん。ねえ。だったら目の前に来てみろっつんだよ。え？小鹿ちゃんのようにブルブル震えんだの？インカメと外カメの切り替えもできないぐらい。ねえ、毎回そうですよ。ナナちゃん、カメラが映ってない。映ってないの？これどうやってやるの？ってね。いやいやいやって、それ外カメだからってね。じゃあインカメを押せばいいの？押してって。押せない、手が震えちゃって押せないとか言ってね。で押してあげるとドアップ、私の顔しか映ってないドアップみたいな。いやもうちょっと話した方がいいよ、ちょっと、あ映った、押すねボタンって、タイマーってどうやってやんのみたいな、そんな人いるよ、しょっちゅういるよ。あのね、3分の1ぐらいでいるよね。じゃ、話盛るなんて、この辺の新宿の、リアトツマチとか見てたでしょ。ねえ。三分の一の確率だよ。ガラケーにしようか。で、あれだよね。プレゼントとか持ってくんのもいいけどさ、なんか、これつまんないものですが、つってさ、本当に開けたらつまんないもんなんだよ。本当につまんねえもんじゃんみたいなさ。じゃ誰とは言わないけど。じゃあだったら持ってこなきゃいいじゃんみたいな。じゃあるじゃんあるじゃん、そうさね、お土産とかでさ必ず言うじゃん、みんなこれつまんないものですがって、本当につまんないじゃんもんじゃんって思ったことない？例えばお中元とかさね、誕生日のプレゼントとかね、あるだの。俺、いや、ほんとにつまんねえもんじゃん、みたいな。だったら言うなよ、みたいなさ。いや、普通に渡せよとか思ったことない。じゃ、つまらないものですが、っていうのは、そういう意味合いじゃないんだよね。そういう、
なんつうのかな、ニュアンスが違うんで、もともと。でも、今の人は本当につまんないものって言われたら、つまんないものだなって認識してるんでしょ。あ、今つまらないものとか言ったらダメなんだ。じゃあなんて言うの？言っちゃダメなんだ。あ、これをお口に合うかどうかわかりませんが、って。よろしければってね。受け取ってくださいみたいな言い方の方がいいの。お気持ちですがって感じ。あ、やっぱり私の感覚は合ってんだね。本当につまんないもんじゃんっていう感覚があるから変わったんだもんね、多分ね。そうですよ。あー、心ばかりですがとかね。で、基本さ、だって食べ物なんかもらっても嬉しくねえじゃん。みんな嬉しい？あの、引っ越しの時でも、タオルとかね、いらねえじゃん。タオルなんていっぱいあるしさ。なんか、あの、会社の名前が入ってるさ、タオルとかね。なんとか株、なんとか有限会社とかね。土建屋のタオルとか。いる？一番いらないのはあのタオルでね、なんか土建屋のなんとか建設とか入ってるやつ。絶対いらないんだけど、もうあのさ、タイポグラフィティが入ってる時点でもうないなと思うよ。私もう使いたくないみたいな。雑巾でも使いたくないみたいな。いや、じゃあ、だって電話番号、お茶箱小屋がね、シャキーン、ナイス、ワッシュワッシュイ。ありがとう。で、電話番号まで入ってんだよ。ゼロなんとか、例えばゼロ、ね、070とかね、090とか045とかさ。ね。じゃ、洗剤ももらっても、だって、洗剤もね、アタックとかじゃん、どうせ。アタックなんて粉洗剤なんか使わねえしさ、今の時代に。もらってもいらねえよっつうのゴミになるだけじゃなって。いや、よくない。アタックだよ。アタックなんて使わないじゃん、今ね。で、まだ、フレアとか、レノアとかだったらいいけど、ね、粉のアタックなんて一番使わねえんだろ。固まっちゃうし。で、だいたいさ、あのさ、洗濯物とかにさ、入れすぎると、カスんで溜まるじゃん。ね、T シャツとかにさ、白い粉がついてたりとか、そうでしょ？溶けなくて。だから、ぬるま湯とかを入れなきゃいけないじゃん。ね、水じゃなくてぬるま湯をね、お風呂のぬるま湯とかをわざわざ持ってきてね、溶けるようにしなきゃいけないよ。夏は大丈夫の。今時プレゼント、何買ったら嬉しい？そう言われると難しいよね。こういう、でも、今時だったらマスクとか嬉しいんじゃない？みんな共通して使うもんって言ったらマスクじゃない？マスクとかだったら毎日使うし、使い捨てでできるし、いっぱいもらってもね。プレゼント、物で言うんだったらマスクじゃない？で、洗剤はね、その荒れる、私結構手とか荒れるんで、ねえ、ダメなやつとかあるんで、ガサガサになっちゃうやつとかね。洗剤も結構選ぶんだけど、で、ダメなやつと。そうめんなんか食うわけないだろう。あんなブヨブヨしたね。粉っぽいやつ。そうめんは麺類の中で一番嫌いだからね。え？そうめんは麺と認めてないかな。あと盛岡の冷麺ね。ブヨブヨ。麺類では認めてないっつうの。麺として。ザーメン？ザーメンはね、最近飲んでないけど、ザーメンはね、チュッチュッチュッつってね、つって最近チンプしゃぶってないな、そういうの。ねえ。振り返ってみると、チンプしゃぶったのっていつかな？最後にチンポしゃぶったの。いつだっけな？この間の浅草はしゃぶってないっしょ？
あ、病気ん時かな。病気ん時、病気が治った時かな。だから、3週間前。誕生日会の時はね、何もしてない。私がもう酔っ払って寝ちゃったかな。多分ね、その間いたずらされてたら覚えてないけど、めちゃくちゃ酔っ払ってたんだよ、ね。うん。出会い系やりな。なんかもうそういう気分にもなんないよね。あ、でもね、大輔くんから来たんだよね。セフレがいるじゃん、私。もう結構長いことセフレの大輔っていうね、若い男の子いるんだっけ、24歳か。そいつからさ、連絡来てね、元気？みたいな。でも、私今 LINE のさ、アイコンが、なんつうの、カップルのやつになってんのよ。だからもう察したのかどうかわかんないけど、連絡が来なかったよね、それっきりね。そう、LINE のアイコンがカップルになったかな。で、今までツイキャスとか見てない人がいろんな人から連絡来てるね。彼氏できたの？とかさ、どんな人なの？とかね。アイコン変えた瞬間に。そう。で、今、あれなんだよね。このアイコン。このちょっと編集してね。これ私の LINE なんだけど。これにしたの。この浅草のやついいよね。なんかアイコンっぽくない？かわいいっしょ。このイラストはね、リスナーさんが作ってくれたの。これめちゃくちゃいいよね、このイラストね。かわいいよね。ちゃんとほくろもあるし。ねえ。後ろのバッグいいっしょ。これポルポンもね、ふわっちの終了画面っていうかさ、あれにしてあるんだよね。バナーみたいな。確か。変わってなきゃ一緒だよね。あ、ほらほら。これ。一緒のお揃いなの。でね、結構ね、絵ね、いろいろ送ってくれるんだけど、結構でみんな上手なんだよ。ね。で、私、フォルダー作っちゃったからね、この間。これ。ナナ&ポルっていうね。ナナ&ポルポンっつうの作っちゃってね。182枚入ってるね、写真。ナナ&ポルポンでね。キモいって何？じゃね、写真を探すの大変で毎日いっぱい増えるかな。なんかね、こう、振り返るのにいいんだよね。だからイラスト系で言うと、イラスト系はそんな入ってないかな。あ、だからこういうのとかね。これはでもちょっと似てないよね。ちょっと美化しすぎって感じ？ねえ。ちょっと待ってね。ヤクルト説明もするか、あとね。今ね。あとこういうのとかね。これもね、ちょっとね、可愛いんだけど美化しすぎ。まあ、痩せたらこうなるけどね、私。昔の私に戻ればこんな感じだけど、イメージはね。いや、これはだって痩せてる時の写真をそのまま描いてるだけだもんね、これね。夏かなんかの時、だから3年前とか4年前はこんな感じだからね、私。ねえ。で、見て、これ。これが一番お気に入りなんでね、自分で撮ったやつ。この写真がね、一番お気に入り。見て、このパンダに乗ってるやつ。これめっちゃ可愛くない？これ私が撮った写真なんだけど。これめっちゃ可愛いっしょ。これめっちゃ好き、この写真。ね、これなんかね、光るパンダの LED かなんかが埋め込まれてて、パンダが光ってんだよね。キラキラキラって。でも、お金が入れる場所がないの。穴が塞がってて、動かないのよ。何これ？みたいな。ただのオブジェみたいな。だからヤクルトやるよ、うるせえな、今。
うるせえやつらだな。まあ、人たちだよね。ねえ。本当だよね。うるさいね。泣いてるね。泣いてる。泣いてるね。かま、あ、お腹空いてんじゃない？ナポルちゃん。大丈夫？ごめんね。いちごをあげた方がいいのか。いちごいちご。え、いちごがない。いちごないわ。いちごなくなっちゃった。これ今度さ、郵送であっちに送ってあげようかなと思ってんの。私たちの子供だから、これ電源切ってそのまんま宅急便に送ってあげようかなと思ってんの。嫌がらせじゃないでしょ。お互いの子供なんだから当たり前じゃん。両方で面倒見るってね。そうじゃん。普通に子供育てるときってそうでしょ。協力し合いながらで、ね、やるっつーの。はい、ドーン。はい、ドーンで、ちょっとね、袋が破れちゃったんでね、昨日。これちょっと単品みたいになりますけど、ドンドンとね、こちらね、ご用意しましたよ。で、普通のヤクルトがちょっと売り切れなんで、カロリーハーフってやつしかなかったんで、こちらを30本用意しました。ただ、ちょっとね、マジで危険なんで、バケツとか用意した方がいいんで、もうみんな生えてるんで、ちょっと危ないっすよね。絶対吐くと思うんで、練習ね。あ、ダメ、見えちゃうね。これダメだね。ちょっと待ってね。どうしようかな。あ、なんかこのナポルちゃんを見せればいいな。ちょっと休憩中みたいな感じでね。やばそうな時はこっちを映せばいいな。こういう感じでね。こう、ちょっとお待ちください、みたいな。で、音も多分ダメだと思うんで、音もね、切り替えて。音はもうここ抜いちゃうね。ここ。ね。前回私おすすめ規制かかってんの。一日。あれなんだっけな。なんかやった時にゲロ吐いてかかってんだよ。ペヤングかなんかかな。で、ちょっと、ほんのちょっとで口に入ってゲロじゃないんだけど、口に入ってたものをトレーの中に戻したら、それで規制食らったんだよね。
そうなの。ゲロじゃないんですけどね。だから口の中は基本、あれかな、見せちゃダメみたいな感じかな。あら、ちょっと待ってね。だからまあ、バケツの中に吐けば問題ないから、あと音を気をつければね。あれ？ちょっと待ってね。あれ？あ、出てきた。まあ、ちょっとや、口から出そうになったら、こう休憩みたいな感じでね。やりますよ。よし。いやー、なんか久しぶりのチャレンジ系だが緊張すんな、マジ。ちょっと震えが、むしゃぶるいがね。で、だいたいね、もうね、10本ぐらいで限界を超えるらしい。で、30本が一応ね、やばいランク。もう、なんつうのかな。もう吐くレベルのランクなんでね。普通の人はだいたい10本ぐらいでもう一気は無理。普通に飲んでる分だったらいいけど、一気だと結構来るみたいな。うん。ハーフなら飲める。いや、そんなことないんだって、ヤクルト菌は入ってんだから、中は一緒だよ。カロリーだけ違うだけだからね。飲めないよ。飲めないっつうの、普通に。じゃ、飲めない。一気飲みでは無理だっつうの。YouTube とか見ても YouTuber ほぼほぼゲロ吐いてるから、マジで。ね、普通に一本一気飲みするだけでも大変だからね。で、調べてこのヤクルト一気飲みって、ネットで調べてもやばいって書いてあるからほぼほぼね。うん、きついよ。乳酸菌は特に。うん。ピルクルを6本飲んだ何リットルだよ。言っておらんやん。もうやる前からモチベ、じゃあやんなくてもいいよ。もうナポルちゃんをずっと見てりゃいいじゃん、そうやって。もうやりたくないんだけど、文句言われてまで。もうマジでテンション下がる。ねえ、私はやる気でやるのに死ぬ気でね、ゲロ吐く気で。で、見たいの見たくないのどっちなの、本当に。もう最近こういうの多いよね。始まる前がモチベ下がるんだよね。モチベが。マジ。そうさ、やる前からさ、ガチャガチャ言わないんだけど、ガチャ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 、朝からさ、もううるせえなって感じで。本当にガチャ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 、物を言えばいいってもんじゃないんだよ。なあ、この量を見てごらんよ。飲めんのかっつんだよ。この量を見てごらんよ。30本ってバカにすんなよ。カロリーで言うと千何百キロカロリーだよ。俺は飲めんのかっちゅうんだよ、これ。病気になっちゃうよ、ほんとに。結構悪い。30本だからな。30本。なんでこんな飲まなきゃいけねえんだよ。余計な企画を提案すんじゃねえよ、リスナーも。バカ言ってんじゃねえよ。ほんとに。ヤクルト30本飲んでとかね、そういうの送ってくんじゃないよ。ああ、飲めねえんだからよ。病気になるっちゅうねん。本当に。じゃ、蓋も外すのが大変だよ。これ全部蓋外すからね、今からね。よし。ちょっと待ってね。アペルシアちゃん、ありがとう、シャキーン。ストローじゃない、もう、ガッ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 って、ワンコそばみたいに飲むからね。ストローなんかで飲まないよ。これね、外すのもめんどくさいんだね、これね。このヤクルトって外しにくいよね、ちゃんとね。マジ。このなんかカスみたいなの絶対残るしね、端っこの方にね。だいたいさ、穴を開けたりとかさ、ストローで飲む人が多いよね。じゃあ、不正じゃないから、これカロリーは低いけど、ね、中身はほぼほぼ一緒なの。
だって売ってないんだからしょうがないじゃん。だって普通のヤクルト売ってなかったの。ねえ、不正でもないんだろう。ヤクルト30本飲むっつうので変わり映えはないしよ。味が甘くない？じゃあ飲みやすいんだね。さっぱりしてて。で普通のヤクルトが、これ倍ってことで2分の1、だ50キロカロリーあんだよ。だから30本飲んだら、普通のヤクルト30本飲んだら何キロカロリーだ？はい、ワンクエスチョン。ね、ワンアンサー。数学の時間ですよ。50キロカロリーを30本飲んだら、1500キロカロリー。こちらはハーフなんで、ね、半分の25キロカロリー。それを30本飲んだらいくつだ？ワンアンサー。ワンクエスチョン。750キロカロリーでしょ？だからまあ、ご飯、ご飯大盛り3杯分ぐらいかな。カロリーで言うと、ね、ただこれは、ペヤングのペタマックスみたいな量が多いとかそういう問題じゃないよね。この飲み物がきついだけでね。乳酸菌がゲロを誘うと。カロリーが高いとかうんぬんの問題じゃないんだよね。このヤクルトが誘発すると、吐き気をね。ついてるストローを刺したら、だからそれじゃ早く飲めないでしょ！ストローなんかついてんのこれ。ついてないっしょ。ついてないよ。じゃ、ついてないっつうの。ついてないです。ついてたら出してます。ちょっとやばい、ちょっとごめんね。ちょっと今ね、なんで私はこんなピリピリしてるかっていうと、マジで怖いからゲロ吐くのがね。ね。こないだ胃腸炎になって思いっきり吐きまくったじゃん。あれがトラウマになってんね、私。胃腸炎で上から下までもう吐きまくったじゃん。出まくったじゃん。あん時を彷彿とさせるんだよね。もうその吐く行為に対して、ちょっと恐怖心がある。だから今ちょっとね、緊張感がね、生まれてる。私の中ね。緊張感、怖さがあるの、恐怖心が。あ、DJ ちゃんありがとうね。お茶まくシャキーン。うん。じゃあなんで企画したん？そこにヤクルトがあるからでしょう。ヤクルトの横には毛がいっぱいついてると。これね。あるけど、毛がいっぱいついてるとなんでだろうって感じでしょ？なんなんだろうこれ。いつついたんだろうこいつは。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。もうちょっと向かして、ムキムキさして、ちょっと。向かしてよ、おじさん、ちょっと。向くのも大変よ、これね。結構向くの大変。これは別にね、時間伸ばししてるわけじゃないから、ね、マジで剥くの大変なんだよ、これ。でもさ、こういうさ、中途半端なの嫌だよね。こういうのちょっとね、私ね、気になっちゃうタイプなんだ。こういうのもちゃんと取ってあげようね、せっかくだから。見栄えの問題だから。こういうのもね。口でやった方がいい？あー、ほんとだ。口の方が早いね。手でやるじゃ口の方ができるね。確かにヤクルト飲むとき口でやるもんね。手ではやんないもんね。こうやって浮くもんね。あ、ダメだ。半分切れちゃったって感じ。でもさ、乳酸菌だからね、私はね、ヤクルトは飲まない派なの。ヤクルトレディとか家にね、勧誘来たら絶対のことあんの。ヤクルトはそんな好きじゃないんだよ。やっぱりピルクルの方が好きなんだよな。ピルクルとかマミーとかね。一番好きなのはマミー。こういう系だとね。うん。ピルクルはね、ちょっとね、薄いって感じでね、ヤクルトよりね。マミーは甘い。一番甘いよね。甘さがすごいと。
うん。よいしょ。まあ、マミーのでかいやつを発見したときめちゃくちゃ嬉しかったよね。ね、コンビニとかでちっちゃいやつ、350のやつを、ね、いつも飲んでたんだけど、ね、1リットルのやつ見つけたとき衝撃的だったよね。うん。ただあれ全部1日で飲むと大変なことになるけどね。うん。なおみちゃんありがとう、シャキーン。栄養がない？じゃ、この間も話したけど、ヤクルトっていうのは菌が多いのよ。これ一本に対して、何十億の菌が入ってるのね、この中に。で、これを30本飲むってことは、ね、10億かける30の菌が体の中に入ってくるってことなの。ね？私は菌に蝕まれるって。そうね、乳酸菌とかね。ヤクルト80？ あ、昔あったね。ヤクルト300とかもあったよね。今売ってんのかな？リコちゃんありがとう。あと、ジョアとかね。ヨーグルト系で言えばジョアとかさ、あったじゃん。今あんのかわかんないけど。ジョア結構好きな人多かったよね。うん。そんなん売ったらダメ？じゃあ体にいい菌だからね。悪い菌じゃないからね。うん。悪玉とかなんとかとかあるじゃん。白玉とか悪玉とかね。え？くす玉とか。ちょっと待ってね。これマジで剥がすの大変。やばくない？この量。これ飲めんのかな？マジで。こう見ると30本ってすごいね。これ飲める人いるの？やばくない？ちょっとマジで今日できないかもしんね。もう無理って感じ、これ。吐く。だってさ、リットル数で言うとなんだろう？これ何リットルなんだろう？量だよ、量。これ1本何リットルだろう？じゃ、カロリーじゃなくて、リットル。1本 65ml ってことは30本で、ね、2リットル。2リットルを一気飲みかん。シャンパンとかの瓶ってさ、何リットルなんだろう。あれは1リットルもないのかな、もしかして。シャンパンの瓶で、ああいう、なんかカフェドパリとかあるじゃん、ああいうの。あ、お茶ばっかありがとう、シャキン。あれ、75？ あれを3本一気飲みするってこと？うわぁ。いや、無理かも、マジで。シャンパン3本は一気飲みできないな。2本まではできるけどね。やったことないね、私。時間かかるとかうるさいね、今一生懸命剥がしてんでしょ、これ。手元見て、顔じゃなくて。ねえ、時間がかかるっつってんじゃん、30個あるんだからね。そのわけ。ちょっと待ってっての。これ本当に30パーのかな？ 2、4、6、ハート、2、シーローハート、2、シーローハート、30個あるね。よし。だからルール的にどうやっていこうかな。一応タイムトライアルする。何分で飲むかっつうの。一応時計を出す。タイムストップ。ねえ、一応タイムストップ出しとこう。でもさ、どんぐらいで飲み切ってるかわかんない。飲み切れない人が多いからね、マジで。
いやー怖い、久しぶりにマジで胃腸炎が戻ってきた感じ。マジ吐くことに恐怖心がある。マジ怖いんだけど、もう吐くのはやだ。こんぐらいでいいかな。1時間はさすがにかかんないよね。こんぐらいだよね。こんぐらいのタイマーでいっか。ちょっと待って、なんか端っこが。あれ？お腹壊す？まあ、もともと下痢だからね、そんなにあれだけどね。私、毎日四六時中下痢なんで、ほぼほぼね。ちゃんとしたうんちは、1年間で10回出るかどうかなんで、あの固まったやつに、もう毎日下痢。もう体質でね。ちょっと待ってね、準備。こうさ、スライド式で飲んでった方がいいよね、絶対にね。こっち側のテーブル側に寄せて、ちょっと待ってね。こう、こっち側からこういう風に飲んでって、バケツ？飲んだらバケツにポンって捨てるような感じの方がいいよね。ポンポンスポン、あのワンコそばみたいな、こう抱え込むとかね。だからゲロ吐きその時もこうやってね、こういう感じで。違う違う、イベトレも大事なんだっつうの、マジで。もう分かってないな。ねえ、失敗したくないんで、マジなんで私は。こういう時はね、ペヤングもそう、これもそう。マジでやってんだが、挑戦を。真面目に。遊びじゃねえっつってんだろ、何回も。武者震いが済んで、武者震いがね、ブル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 っつってね、ブルブルって。あ、どんどこも流すね。オッケーオッケー。忘れてた。そんなんもあったわね。ちょっと音楽もね、あるんでね、いつものね。挑戦の時の音楽。ちょっと待ってね。どんどこってやつがあんのよ。やばい、マジ怖い。よし、じゃあ説明からいきましょう。本日飲むのはこちら、ヤクルト30本、一気飲みチャレンジ。もう一回こっきりなんでね、成功するか失敗するか、どっちかって言ったらもう失敗する方に傾いてますけど、ね、失敗を恐れずに、やりたいと思いますけど、でも、絶対にゲロ吐くと思うんで、その辺の対策はね、こうやったりとか、ね、こうやったりとかするんで、ね、まあ、逃げないでやるんで、一瞬で勝負は決まるんでね。一瞬はね、あ、やだ、こぼれちゃった。ラグってる？ラグ？あゆえお。ラグ？あゆえお。まさかのこのタイミングのラグ？あいうえお、あいうえお、あいうえお、あいうえお。
治った？あいうえお。治った？あいうえお。OK。でも私のタイミングで行くからね、ちょっとね、メンテ、まだ大丈夫、30分あるね。OK。もうスタートで行くからね、スタートで。もうストップウォッチがスタートになったらスタートなんでね。ちょっとこの辺危ないのちょっと片しとくね。濡れちゃう可能性があるんで、カメラの線もこっち持ってきた方がいいね。ちょっとあと人形ちゃんもね、ちょっとこれでズームの方がいいね。これも外す、動きやすいように。 で、タオルもここに用意しとくね。どうやったら飲みやすいんだ。ちょっと待ってね。待って。どうやったらスピードアップになると思う？何列がいいかな？ 2 列がいいかな、やっぱり。何列がいいと思う？コップに入れる？いや、それじゃつまんないんだよ。3列がいいかな。3列の方が良さげじゃない？ここら辺でこう収まる感じがね。こうキュッと収まるじゃん、ほら。ねえ。うわ、もう気持ち悪い。うわ朝ごはん食べてないから、もうゲロが出そう。じゃ、メンテナンスまだ入んないっつうの。じゃ、演技とか出なくて。じゃ、一発勝負だからね、マジで。ちょっとタバコ吸わして、待てない人はちょっと待って。何時とは今日言ってないんだよ。私、9時から10時の間っつってんだよな。じゃ、一回しかできないんだよ。これね、昨日スーパーまでわざわざ買いに行ったんだから、私これしかないのよ。言えんな。失敗したらもうダメなの。ね？失敗したらこれでおじゃん、終わり、さよなら、バイバイ。これを決めなきゃいけない。そのプレッシャーに今ね、私押しつぶしたでしょ。ね？もうすんげえプレッシャーなの今。失敗できない。企画倒れていじめられるし、また。奈々ちゃんかわいそうって、ね、毎日企画倒れって言われてる。それは見たくないんだよ、マジでね。企画を成功させたい。わかる？その気持ち。挑戦する気持ち。ね、走り続けるということ。引き伸ばしじゃなくて、ゲロは確定なんで、どこで出ちゃうかだよね。ほとんどの人がやってますけど、30本飲み切れる人ってなかなかいねえんですよ。その前にゲロが来んねん。で、スピードで押し上げるか、それともね、ね、散々ゲロを吐いてきた私が押し込めるかどうかの戦いなのよ。おすすめ規制、かかんないようにこういう風にね、こういう風に切り替えたりとか、まあ音はちょっとギリギリ間に合わないかもしんないけどね。あと、この子も置いとこうかしらね。見守りたいね。こういう感じでね。ダブルで。こういう感じで。
愛い。じゃあ行きます。今30ちょっと何分か見えないね。30何分今。36分ね。じゃあ40分スタートでいい？ OK？ 40分スタートでいきます。待てない人はちょっと40分にまた入り直して。いや、ちょうど時間的にいいと思うんでね、40分。ね、10分はかかると思うんで、10分の50分になって、10分乾燥でメンタルスバンって入って終わりでいいじゃん。な、時間配分は。あ、ちょっと待って、写真撮っていい？飲む前に。あと3分だね、行くよ。さあ、刻々と時間が近づいてきました。じゃあ一回こっきりだから本当に失敗できないんだ、これね。マジで。気合い入れてかないと、こぼしたりしたらもう終わりなんで。飲み方もね、気をつけないとね。だこう両方からこういくか。内側に攻めていく感じね。一杯、二杯、三杯、四杯。ちょっとイメージトレーニングをね。あと40秒前。40秒前。35秒前。30秒前。10秒前。5、4。BGM いらない。もう一瞬だから。BGM いらないっしょ？この無言の状態でいくからね。いる？もう、タイミングがずれる。あ、まだまだだ。あと一本あんね。ちょっと待って。まだ一本あったらちょっと震える。マジ緊張する。ちょっと BGM 消しちゃったよ。なしで行こう、なしで。いらないよね。なしで。OK？ じゃあ行きます。じゃあスタートします。40分でお待たせしました。ヤクルト30本生き飲み。行きまーす。せーので行くよ。やっぱこっちの手でやってった方がいいな。こっち側からやろう。こっちは、ね、逆手になるからね。いくよ。せーの。
す。来ちゃった。ちょっと待ってね。ちょっと待って。ちょっと危ない。ちょっと待って。やばい、きっちいなこれ。いや、きっつい、出ちゃいそう、マジで。じゃ不正じゃないかな。痛い、お腹が。ああ、やっべえな、この吐き気。最強だね、これ。吐き気が半端な。うわ、来てる、来てる、来てる。痛い。あ、ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと。いや、進まないな、こっから。あと6本なんだけど。ごめん、無理かも。ごめん。これ以上やっちゃってマジで出ちゃうな。出てもいい？出てもいいからやる？じゃ、演技とかじゃなくて。ここが限界だね、今んとこね。30本じゃなくて、今6本でしょ？ 24 本だね。限界。いい？生えてもいいんだったらやるよ。いいかい？行こう。ちょっとトイレ行く。ごめんごめん。ちょっと、ちょっと待って。音楽聴いてて、音楽聴いてて、音楽聴いてて、無理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 。音楽聴いてて、ちょっとごめん。ちょっと一旦。うわ。うわ、ごめんなさい。やば、これみんなができない理由がわかる。無理、マジきつい。これペヤングよりきついかも。やーばい、なんでこれ吐くんだろう。量がダメな、カロリーがダメな、何がきついのこれ。乳酸菌がダメなのかな。なんか、痺れる。ちょっと無理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 。体がおかしい。痺れ。糖分かなこれ。ちょっと待ってね。
あれ測る。やべえ。血糖値上がってんじゃないのこれ。水飲んだ方がいい？すごい震える体がブル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 。やばい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 。あー震える震える。危険危険。ああガタガタ震える。なんだろう、何がおかしい、何が原因なんだろうこれ。糖分？ブル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 震える。高いな。血圧も上がってんね。いやすごいの震えが、もうブル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 しちゃって、なんか冷蔵庫の中にいるみたいな感じ。もう体が小刻みにプル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 って震えて。血圧なのこれ、血糖なの。寒いって感じ。寒くないのに寒いって感じ。寒い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 、マジで。寒い。なんだろう。ちょっと待って、メンテナンスされちゃう。拒絶してるってこと？暖房つけるか。今ね、冷房はついてんだよね、確かに。じゃあ、大げさじゃないの、これ。YouTube とか見てごらん。みんな入ってるから無理なの、普通。30本飲めるだけでもう、すごいよ。飲めねえかな、マジで30本なんて。やってごらん。マジでやってごらん、ヤクルト買ってきてん。10本で無理ねん。ほんとに。ね。30本ね、一気飲みなんてできねえから、マジで。このか。寒い。寒いんだけど、マジで。どうしよう、おかしくなっちゃったから、だから。やばい、ガタガタする。どうしようこれ。ワンチャン病院でやるねこれ。でも嫌やね、病院行ってさ、ヤクルト30本飲んでね、気持ち悪くなりましたなんて言えないよね。じゃ演技じゃない、もう手も震えてんの分かんないこれ。ほらね、顔を見てごらん。こう震えてんじゃん、ほら。わかんないかな、画面で。小刻みに震えてん、ずーっと。血圧だ、148度。や、いつもより20高い。20、148。じゃあね、気持ち悪さ入ったらね、でも全部出ちゃうんだね、すごいよね。うえーってやったら全部ビューって出んの。普通だったら何回か分けて出てくるじゃん。全部がビューって出てくるの。ヤクルト。なんか食べた方がいい？なんなんだろうこれ、ちょっと。
なんかさ、書いてないのかな、ホームページとかでヤクルト一気飲みになった症状みたいな。よくあるじゃん、の。頭が痛い、病院のサイトかなんかで症状みたいなとこ。ねえ、それはこれが原因ですとか、ね、サイトあるじゃん。まあ、量的にね、1950ml 一気飲みだからね。2リットル一気飲みってことでしょ ?2 リットルって言うと、あの、ペットボトルのでかいやつだよね。あれをぐわーって飲んだって感じるね。ぐわーって。低血糖。これさ、だからなんで寒くなるの?血圧なの?これ。血糖値なの?血糖値が上がると、震えが来て寒くなるの?ん?いや、だってペヤングとかで生えても寒くなんないじゃん。じゃない?震えなんか来ないし、あの、大食いとかしてもね。低血糖になってんだ。あ、いきなり血糖が上がって、さらにそっからゲロを吐いて、出しちゃったから低血糖になってるってこと?急にな、上がって下がったかな。それで、震えが来るんだ。ペットボトル症候群というものがありますと。もうすごいもんだって。震えちゃって震えちゃって。わかる?顔見てごらん。ちょっとこのアップで見せてあげるよ。顔。ほら。カタ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 って。俺止まんないの、ずっとカタ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 って、全身が。ね?カタ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 って。顔色悪い。どうやって、難しいよね、説明するのがね。なんて説明すればいいの?小刻みに震える冷蔵庫とか入っちゃった。冷凍庫、マグロの冷凍庫入っちゃったみたいな感じ。ポルポンに助け呼んで、あっちも具合悪いわ。あっちも具合悪くて配信休んでるね。私までまたね、具合悪くなったら大変でしょ?どっちが助けんのよ、今度。お互いに今ね、具合悪いのに。なんか水飲んで、はい。吐き気はもうない。だから震えだよ、震え。寒いって感じ、今。あ、55分になった。じゃあちょっと一回メンテナンスなんで切るね。で、この後、ちょっと、どうしようかな。やろうからやらないかな。ちょっと怖いもんね、でも。どうしようかな。一人じゃ怖いな。ちょっと見守り隊でサブアカで開けるんでじゃん。ちょっと怖いんで私ぶっ倒れたな。ちょっとね。ちょっと定点で。ちょっとあの5分前に切らないとね、ダメなんだよ。ちょっと一回切りまーす。またメンテナンス後開けまーす。